はい、皆さんこんばんは。まあ久々にね、動画の方を撮りたいと思います。はい、一応ね、まあ、簡単に話せるテーマとして、ね、ちょっと展開式の係数の、まあ、いうのをピックアップしてみたわけでございます。はい、でね、まあ、これ数理の最初の方にちょっと習うと思うんですけど、まあ、なんでね、まあ、コンビネーションとか出てくるんだとか、まあそういったところ、 C ってさ、いつ習うんだ、使うんだっつったら、まあ、場合の数ね、なんちゃら通りね、そんなん数えるときに使った記号やんか。でもなんかめちゃくちゃこの係数とか決めるときに出てくるやんか。なあ、これなんやねんと、まあ、いうことをちょっと喋っていくんですけども、はい、まずこの展開式の係数ですけれどもね、はい、こういう認識を持ってくださいね。場合の数めちゃめちゃ出ます。作り方の場合の数、はい、何通りの作り方があるのか、ここにコンビネーションがめちゃくちゃ出てくるんです。それと、はい、1通りあたりの係数、まあ、これをねゲットして、まあ、やっていくんですが、まあどういうことやねんなと、まあ、いうのを簡単な括弧1番を例に考えますね。まあ、つまり例えば X と 2Y が入った箱が5個あって、ね、X3 乗 Y 乗、展開のルールですけど各括弧からは1個の数字しか取れへんっていうのがあるんだ。だから例えばどの X 使おうかなってなった時に、 A の X と B の X と、ね、C の X で次に D2Y2Y、うん、これくっつけても X3 乗と Y 乗という展開式が出ます。同じようにじゃあこの X とね、例えばこの 2Y と、ね、この 2Y とこの X とこの X つなげてあげてもやっぱり、まあ、X が3乗 Y2 乗っていうのは出るんですけど、まあ、展開した時に基本こいつら別のものって考えます。はい、でまあ、その結果、まあ、どうなるんでしょうかと、まあ、いう話ですけれども、まあ、似たようなやつもう一個ぐらいがいるかな。はい、この 2Y、 はい、この X、 はい、この X、 はい、この 2Y、 この X みたいなの作ってもいいわけやな、うん、でこういった作り方が何通りあるのかというのが、まあ、実は式になってくるわけですね。はい、でそうすると、まあ、今回は5個の括弧のうち、はい、X を取り出す括弧っていうのは、果たしてどれだけあるねんって考えたら、5個のうちの異なる3つの括弧を選んでくれということで、コンビネーション53通りの選び方があるわけです。はい。で、そのうちじゃ残った2個。はい、ね、例えば ACD の X 使うってなったら、まあ、残った B と E から Y どれやと、まあ、いうことになりますね。つまり残り2個の括弧のうち、ね、2Y を取り出す括弧っていうのは当然残された2個中2個選び、まあ、かかんでもいいかもしれないですけど、まあ、ACD やなと、まあ、いうことになります。はい、じゃあ今回も括弧1を答え書いていきますけど、どうやって出すかって言ったら、じゃあ先生が言う通り作り方の場合の数はって言われたら、コンビネーション53とコンビネーション22、これがいわゆる作り方です。でじゃあ次、じゃあ1通りって言ってるけどどういうことかって言ったら、 Y だけ取ろうか思ったら漏れなく2ついてきおるわけですよね。つまり赤見てな、 XXX2Y2Y、 つまり1個作ったら合計 2Y の2つ、こいつらの2のせいで4出てまうな、うん、つまり1通りあたり今回ね4という数字が発生してしまうなっていうことになりますね。だから、まあ、結果としては1個作ったら係数4で、まあ、作り方が10個あることになります。計算したら、はい、だからこれ計算するとイコール40っていう答えが得られます。で、この理屈が分かったら、なんかな、多項定理とかいう言い方をする人もおるんですけど、そんなにいるかっていう話や。一緒。
はい、同様に考えるとこうですね。今回6個括弧がおるんですよ。6個の括弧のうち、はい、2つから x を取ってくれと。つまりそしたらそれ選び方ってコンビネーション6、2ですよね。はい、じゃあ残り4つ、今度は 2y を取れ。はい、じゃあごめん、4つからじゃないですね、ソーリーです。はい、6個のうちの2つから x を取れ。ごめん、残った4つの括弧のうち1つから 2y を取れ。取り方なんぼや、 4c1。 はい、残った3つの括弧のうち、はい、全部やな、3つから3セットを取れ。つまり 3c3 とですよね。はい、よって6C2×4C1×3C3、 これがいわゆる作り方やな。作り方プラスそこに一通りあたりですね、はい、何ぼ出るかなって考えたら x を2個くっつけても1です。で y を取ろうと思ったらもれなく2が1人ついてきます。はい、だから、まあ、とりあえず y から2が1個出てきて、はい、次 z を3つ取らなあかんねんけど、1回あたり 3z を3つ取る必要がある。かけたら27出てまうわけ。つまり1通りあたり27、まあまあ鬱陶しいですけど、こんなん出ますよ、まあいうことになりますね。はい、まあ、したがって 54×、 これ 15×4 で60ですから、3240ですか。というのが、まあ、係数として出るねっていう話ですね。はい、まあ、この意識があれば、なんたら上の展開意識一緒で出ます、ね。はい、まあ、なんでコンビネーション出るんやろっていう疑問がな、まあ、あった人もおると思うんで、ちょっとそういう話をしておきます。以上です。